演舞開演。どうも、本日は以前食べたコットンスノーカフェのコーヒーバッグを食べたいと思います。いや、飲みたいか食べたいな、まあ、どっちでもいいか。では、いただきます。心配しなくても負けてませんよ、ほろ苦さと美味しさは。先日のキャラメルとはまた違うコーヒーのほろ苦さが雪の恵みとよく合っていて、とっても美味しかったです。夏にぴったり癒しのデザートですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。